장여러분안녕하세요연정입니다이번旅は연정の幸せ韓国ご飯をたくさん手に取ってくださってありがとうございます皆さんの愛情がたくさん届いて今も熱々なんですけれどもこの熱々の中なんとなんと第2弾の韓国料理本が発売されますその名前はじゃじゃじゃーんカドバン出版の韓国料理で一人ご飯が発売されます発売は2月24日木曜日なんですけれどもまたなんとなんと今日からアマゾンで先行予約が始まります今回アマゾンの先行予約に合わせて小さな気持ちなんですけれども門川出版社と一緒にじゃじゃじゃーん연정厳選韓国インスタントラーメンのおすすめガイドを作ってみましたこの話はちょっと後にしてまず本の話からここにもちょっと見えますけれどもスンドゥブとかチーズダカルビも入ってますけれども前回の연정の幸せ韓国ご飯とはほとんど新しいレシピになってまして今回門川の担当の方が一人でもスンドゥブチゲは食べたいですケランチムとチーズタッカルビは楽しみたいですというの熱い思いをゴン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 押してきたのでもちろん材料もアレンジしたり一人でも楽しめるような食べ方を工夫したりしながら紹介しましたのできっと韓国料理の幅がもっと広くなると思います今回門川の場合はトッペギの話がたくさん出ますトッペギの選び方トッペギの手入れとかトッペギを使った一品料理とか簡単料理とかも紹介しながら皆さんが韓国の土鍋をもっと楽しく使えるように工夫しましたあと私の場合は韓国料理で一人ご飯でしょなので一つの鍋一つのフライパンでそのまま調理してそのまま食卓に持ってきても韓国の雰囲気を存分に楽しみながらおしゃれな韓国料理を一人でも楽しめるように考えてみましたなので一人でも楽しめますけれども友達招いたり 2,3 杯作って家族でディープな韓国料理をもっともっと楽しめるようになる本だと思いますあ、연정厳選韓国インスタントラーメンのおすすめガイドなんですけれども皆さんにとって韓国ラーメンとすれば辛ラーメンとか今話題になってるチャパグリとかあとブルダクラーメンとかありますけど韓国でもインスタントラーメンは天国ぐらいにたくさんの種類がありますその中でも韓国で人気が高くて長く愛されてるもので集めてみました私が好きなものはこのアンソンタンミョンとかティギムドンとかいつ食べても癒される味ですここにそれぞれのラーメンの特徴を書きましたあとここの下では私ならではのアレンジして美味しくなる調理法とかおすすめの食べ方とか書いてありますのでぜひアマゾン先行予約でこのおすすめラーメンリストも一緒に見てみてくださいちょっとだけの本のことなんですけれども例えば今回スンドゥブチゲ一緒に出ますけれどもじゃじゃじゃーんこういう感じでこれも紙です今本がないですスンドゥブの材料も買いながら白いスンドゥブチゲも楽しめるように皆さんに紹介したりちょっと珍しいんですけれども大好きなんです釜山の名物のペジグッパーとかも簡単に作って一人でも幸せになれる料理が盛りだくさん詰まってますのでぜひ楽しみにしてくださいまた自分の本の話で長くなりましたけれども最後まで聞いてくださってありがとうございます次回は楽しい韓国料理で会いましょう